サミュエル・ジョン・ホーニッシュ・ジュニアは、アメリカ合衆国のレーシングドライバー。オハイオ州ブライアン出身。サンドの R、インディカーシリーズチャンピオンとインディ500の優勝で、知られる。ホーニッシュはそのレース経歴を11歳で始める。ジュニアリーグでの様々なシーズンを過ごした後、1993年に、ワールドカーティングアソシエーションに参加、7勝を挙げ29回トップ。 ごでフィニッシュした。翌シーズンには、和歌のいくつかのチャンピオンシップで勝利し、その中には、アメリカカナダグランドチャンピオンシップ、US ジュニアクラスグランドチャンピオンシップが含まれた。1995年には再び、US グランドナショナルタイトルを獲得し、9度優勝した。ユナイテッドステーツ F2000 シリーズにステップアップ、家族の運営するチームで6戦に参加し、 ワトキンズグレニインターナショナルにおいてトップ10でフィニッシュする。1997年にボーディンレーシングに加入し、11位で2度フィニッシュ、その後ブリマスレーシングと契約する。パイクスピーク、インターナショナルレースウェイでのレースでは2位を走り、得点圏内の7位でフィニッシュした。1999年、ホーニッシュはシャンクレーシングに加入し、トヨタアトランティックシリーズに参戦する。 シカゴモータースピードウェイで勝利し、その年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。同年インタースポート・レーシングで、デートナ24時間レースにも参戦している。インディカーシリーズでのハイライトは2006年のインディ500である。200周目のターン4の時点で、トップに立ち、アンドレッティ家に1969年のマリオ・アンドレッティ以来の優勝をもたらそうとしていた、マルコ・アンドレッティを、 チェッカー寸前で逆転し、インディカー史上2番目に小さい0.0635秒という、僅差で優勝。このシーズン4勝を含む7度の表彰台を獲得するなどして、シリーズチャンピオンも獲得した。インディカーシリーズインディ526 of 36,0せず。ありがとうございます。